神奈川横浜宮崎町遊女や後継。中央区に岩がめろ歌川吉虎がによる1864年の浮世絵、横浜本町と宮崎遊郭。ご運亭、貞姫、1860年宮崎遊郭は、1859年11月10日に、横浜で開業した遊郭。現在の横浜公園にあった。大貨で何度か移転し、吉原町遊郭。 高島町遊郭、栄心遊郭など移転の都度に呼び名が変わった。幕末期、横浜開港に伴い、開港場を横浜村とすることに反対する外国人を引きつけるため、また、オランダ講師から遊女町開設の要請があったことにより、外国奉行は開港場に近い館内の大田や新田に遊郭を建設することを計画。 品川塾の岩月や先吉ちらが、霊地埋め立てから建設まで請け負い、約1万5千坪を対応されて開業した。遊郭の構造は、江戸の吉原遊郭を、外国人の接客は、長崎の丸山遊郭を手本にした。規模は遊女や15軒、遊女300人、他に、曲店44軒、案内者や27軒などがあった。宮崎遊郭は、 慶応3年に移転した。英国法師、ハリー・パークスと、早川のと守るの地公人の水野若狭主頭と、会見して取り決めた、慶応2年11月23日の役所第1個上に、宮崎町の辞書を、外国並み日本被害に、養不べき公の遊園となし、ゼオ、広め平坦になし、樹木を植え付けることを、日本政府にて、契約せり。ただし、 宮崎町を大岡川の南方に引き移すべし、云々の城踏みに基づき、吉田橋の南方吉田新町の沼地を埋め、八千坪を遊郭地として指定され、同年12月毎地区に着手、翌3年3月春工、5月29日に移転が終わった。1867年11月の舞台赤字で、消失、同年12月に、館外の、 吉田に行った北一つ目を、吉原町と解消して再興し、吉原遊郭と称するも、1871年に、再び火災で消失。消失した元の宮崎遊郭跡地の整備は、明治9年に完成し、横浜公園となった。1872年、高島町に移転して、高島町遊郭と称したが、3度消失して1880年。 吉田神殿の南三つ名移転し、戦前は内務省、戦後は警察の管轄下に置かれた交渉、赤線地帯へ親友格外となり、1958年の赤線廃止まで存在した。岩カメロで遊ぶ外国人。歌川カオルウィン、1861年に岩カメロの子供歌舞伎に興じる外国人。歌川カオルウィン、 1861年長の名主となった岩月や佐吉が経営する遊女屋は岩月の音読みから岩カメロと呼ばれ遊郭の中でも特に豪華で昼間は一般庶民に見物料を取って閲覧させていたほどの設備を誇った江戸幕府は外国人専用遊女を観察性にし岩カメロに託した岩カメロ内は 日本人用と外国人用に分かれており、外国人は、羅斜面しか選ぶことができなかった。遊郭と共に参転し、英新遊郭外へ移転後の1884年に廃業した。岩カメロの灯籠は、横浜市南区の明恩寺に保管されていたが、1982年12月に、横浜公園内の横浜スタジアム脇にある、日本庭園に移管されている。 遊女たちが病に倒れた際に静養する寮があった、西久古部町四丁目界隈は、現在でも、岩亀横町と呼ばれる。1863年に、岩亀郎の遊女亀優が外国人の人夜妻を、天主から命じられたのを拒み、老田に、伊藤大和のお見なえし、古アメリカに袖は濡らさじの句を残して自害したと、伝えられている。後に、有吉沢子が、 小説にし、その後議曲、フルアメリカに袖は紫として上演された。高島町遊郭の近くに、岩亀郎の遊女が参ったと伝わる、岩亀稲荷が現存する。岩月屋、佐吉、岩月の人で、品川塾の井森旗子、岩月屋で財を成し、一大名字を許されて、佐藤佐吉と名乗った。 神奈川区市神奈川区市編纂観光実行委員会 1977.10P227 神奈川区市神奈川区市編纂観光実行委員会 1977.10P227 横浜市市向風俗編著作権発行人横浜市役所昭和7年4月18日発行ピアニッシも410から411 横浜市志向風俗編横浜市役所九百七十三点一0 p 四百八から四百九現在の中区、伊勢崎町あざ二丁目並びに、羽衣町あざ三丁目、末広町あざ三丁目の区域。横浜越図岩滴、吉光編集、平成元年三月三十一日発行、居留地の拡張ページ現在の南区曲根町と、永楽町の区域。 左段階戦前、戦後の横浜、有輪第409号、P3、有輪道、平成13年12月10日、横浜150年の歴史と現在、開口場物語、明石書店横浜市局、読売新聞東京本社横浜市局編 2010.5P22, 美人園筆に行き放射編岩亀横丁、岩亀稲荷横浜市西区役所2011年4月1日。 ありがとうございます。